シルさん見つけるのは苦労しそうだな。テール君、神様、どうしてここに？それは君に会いたかったからかな。ああ、僕も会いたかったですけど。素晴らしいね。やっぱり僕たちはただならぬ絆で結ばれてるよ。あの神様、一体デートしようぜ、ベル君。え？待ってください、神様。僕、人探しを頼まれてるんです。そうなのかい？じゃあデートしながら探せばいいよ。一石二鳥だね。いや、そういうわけには。おじさん、クレープ二つ。が、神様。君の探してる相手ってのは女の子なのか。ベル君も抜け目がないな。どういう意味ですか？そうね、神様。モンスター。小さな私を追いかけて。ベル君、あいつ僕を見てないかい？We got a new character today, so we got her. And we also got now relics. I don't have none right now, so that doesn't matter. Alright. That should be good enough for now. Let's hold down X to use her spells. So she's a wizard class. Okay. Definitely does more damage than a tank class.
And she also has self-healing as well. Interesting. I like her. Things with his character that might have a problem later on. So, even though I do want to use Bell most of the time, I won't be able to use him because he's going to be dying soon. So, we're going to change him out after this round. When I get a better Bell, I'll start using him. And Bell, I actually been working on all his skills too. Like, all his skills are like rank 4 too. So. どうすれば?どうすれば?僕が時間を稼ぎます。神様はこのまま逃げてください。何を言ってるんだベル君、今すぐここを開けるんだ。神様、僕はもう家族を失いたくないです。よく聞きなさい。そのナイフはあんたがヒエログリフを刻んだ通りステータスが発生している。生きているのよ、その武器は。生きてる？あんたの子ベルクラネルに渡った時に初めて息づいて共に育っていく。ファミリアの人が言ってた。西ゲートでモンスターが逃げたんだって。おっ、声が大きいよ。パニックになったらどうするの。ごめん。とにかく近くに冒険者がいたらどのファミリアでもいいから協力してもらってくれって。
合よく近くには。なんや、儲け話か。何かあったんですか。元気？アイズ・バレンシュタイン氏。楽しいんだ。騒ぎになっちゃいましたね。そうだね。神様。ベル君、本当によく頑張ったね。ヘスティアには悪いことをしたかしら。また遊びましょう、ベル。いかがです、女神様のご様子は。疲れが出て眠っているだけみたいです。お騒がせしました。ベッドまで貸してもらっちゃって。困った時はお互い様です。宮お母さんにも許可は取ってますので、ゆっくりしていってください。それに元はといえば、私がお財布を忘れたせいでベルさんを騒動に巻き込んでしまったんですよね。ごめんなさい。いえ、シルさんのせいじゃ。そうそう、町の皆さんが言ってましたよ。モンスターと戦ってるベルさんは勇敢だったって。
や、そんな、逃げ回ってただけですし。そんなことありません。実は私も少しお見かけして見惚れちゃいました。お店の手伝いしてきます。また後で、ベルさん。からかわれたのかな。ベル君、ベル君。神様。びっくりしましたよ。いきなり倒れちゃったから。いや、さすがに疲れが出たらしいね。ごめんね、心配かけて。シルさんたちに聞いたんですが、あのシルバーバック以外のモンスターも全部倒されたそうです。アイズ・バレンシュタインさんも活躍したそうですよ。へえ、そうかい。ところで神様、このナイフどうしたんですか？サヤにヘファイストスって、あのヘファイストスさ、正真正銘のね。知ってたよ、君がヘファイストスの店の窓にいつも顔を貼り付けていたのは。君の欲しがっていたものとは違うかもしれないけど、でもこれ世界に一つしかないんだ。すごいだろ。僕、見ているだけは嫌だったんだ。養われるだけじゃ、助けられてばっかりじゃ嫌だったんだよ。でもお金は、ヘファイストスファミリアの武器はすごく高くて。話はつけてきた。強くなりたいんだろ。言ったじゃないか、手をこれくらいのおせっかいはさせてくれよ。誰よりも何よりも僕は君の力になりたいんだよ。だって僕は君のことが好きだから。いつだって頼ってくれよ。僕は君の神様なんだから。All right, so now we got a next season. We do that next time.